モカードが最終的に狙うのは本業のクレジット利用の拡大。ゆくゆくはカード情報と顔認証を紐付け、手ぶら決済サービスの提供を目指します。手ぶら決済が必然的に発生する、例えばスポーツジムですとかプールですとか海の家とか、こういったものでできないかと。この顔認証技術を提供しているのは NEC です。 NEC は顔認証技術の研究開発を25年以上にわたって続けてきました。160万人の顔データの場合、 0.3 秒で照合が可能。このコンテストで速度、精度ともに世界一の評価を受けています。その仕組みは、顔の中の目、鼻、口等のですね、特徴的な点をですね、数値化しまして、その数値のデータとして保存する。目尻のカーブの曲がり具合や鼻の輪郭などを数値化して保存。顔写真そのものではなく、その数値をもとに照合する仕組みです。すでにスポーツやイベントの入場ゲートなどで本人確認に使われているこの顔認証技術、 NEC は今後この技術を金融や小売の決済サービスの現場に売り込みたい考えです。一方、手ぶら決済はこんな場所でも。1700年の歴史を持つという神奈川県の湯河原温泉です。町を挙げて実証実験に取り組んでいるのが指を使った決済サービス。旅館など51カ所が参加していますが、一体どんなサービスなのでしょうか。老舗旅館にやってきたのは都内に住む元吉さんたち。まず本日ですね、指クーポンの方をですね、していただくということでですね、まずチェックインするときに親指と人差し指の指紋を登録。2000円で、はい。じゃあこれで、これでチャージが完了いたしましたので、はい。宿泊サービスのクーポン2000円分が指紋データと紐付けられました。その他クレジットカードとの紐付けも可能です。指紋認証はベンチャー企業リキッドの技術。指紋の線が消えたところや分岐点の位置などを数値化。指紋の画像そのものは保存しないため、悪用は防げるといいます。部屋から出てきた元吉さんたち。やってきたのは宿の売店です。浴衣姿の2人、財布は持っていません。部屋で飲むお酒を買うことにしました。商品を、はい、そしたら親指から、はい、人差し指